常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様この動画面白い、興味深いと思った方ね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、ぜひね、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。あのさ、取材ログにしてないのにね、なんか記事書いたりとかさ、なんかね、こうだとかね、もしこうだったらみたいなので拡散すんのやめた方がいいと思いますよ。うん、あの、恥ずかしいし、あの、ジャーナリストじゃないしね、そんなのね。うん、ところがね、やってたんですよ、いろんな人がね。まあ、ほんと悲しいことなんですが、例の裏金問題についてね。はい、何の裏金かというとですね、政治資金の未記載問題ね。これを裏金だーと言ってレッテル貼りをしてですね、まあ、あの、法律的に合法なものをですね、これもう裏金自体が悪いんだーみたいな、なんかわけわかんない議論をすり替えてね、わちゃわちゃ言ってた人がいて、で、中でもですね、特にね、これは安倍初武士の陰謀なんだーみたいな感じで陰謀論かざしてた、あのね、振りかざしてた皆さん、あの、残念でした。すいません、あの、今日ね、答え合わせが出ちゃったんですよ。はい、なんで先に答え合わせからしていいですか？安倍初武士の陰謀だーと言ったらね、多分こういうことにはならないと思うんですけど、本日の日経新聞の記事ね、今日の朝ですよ。はい、こんな記事です。岸田派元会計責任者を立憲へ。二階氏秘書も虚偽記入でということで、あれ安倍初武士の陰謀だったんじゃないの、なんで岸田派の会計責任者が立件されるのと。あの、一応、その、ざっくりその安倍初武士だ、陰謀だって言ってた人のこうね、趣旨をざっくり私なりにね、まとめて言うと、まあ一応読みましたからね。もうこれは要はその岸田さんがね、安倍初武士のためにね、検察にね、こう、やらしてるんだ、みたいな趣旨の、ことね、まあ、かっこいい訳ですけど、まあ、ざっくりそんなことをおっしゃってた方、たくさんいらっしゃったんですけど、岸田派も被弾ですね。会計責任者立件。そして、二階氏の秘書も虚偽記入で立件されそうです。ちょっと記事ね、読みますけどね。自民党派閥の政治資金規正法違反事件で、これもね、ちゃんと日経新聞ね、裏金とかそういう雑な書き方してないですね。自民党派閥というか、もうちょっと正確にね、政治団体なんですけどね。政治団体の、まあ、政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は、岸田文雄首相が会長を務めていた岸田派、括弧、高知政策研究会が、約3000万円のパーティー券収入などを、政治資金収支報告書に記載しなかったとして、同派の元会計責任者を、同法違反、括弧、虚偽記入容疑で立件する方針を固めた、関係者への取材で分かったという。これ、検察リークですね。はい。検察がこれわざわざ流してるんですよ。さらにですね、特捜部はですね、獅子会、これ二階派ですけどね、獅子会のパーティー収入をめぐり、二階俊博元幹事長の事務所が、還流分の約3000万円を収支報告書に記載していなかったとして、二階氏の担当秘書を同容疑で立件する方針であることも分かったと、いうことで。まあ、岸田さんのところもですね、2018年から20年の派閥パーティーの収入の一部などが除外されて、収支報告書に記入されてなかったということです。で、まあ、その元会計責任者もですね、容疑を認めたと。で、それから二階さんもですね、ノルマ超過分を派閥側に報告せずに、プールして収支報告書に記載しなかったと、いうことなので、まあ、この2名ですね、略式起訴にする方向で、まあ、検討していると、いうことです。もし、このね、まあ、陰謀論通りですね、ね、あの、安倍派潰しということだったら、まずあの、ね、潰してる主体が岸田さんという想定でしたからね。ね、あ、設定ですよ。ね、そう、陰謀論みたいな設定ではね。岸田さんによる安倍派潰しという設定だとすると、これはちょっとなんか、おかしいんじゃないかなみたいな話なんですけど、大丈夫ですかと。で、さらにじゃあ安倍派潰しと言った割にはですね、実際はどうだったかというと、読売新聞がね、もうこれ、2日前に報じてますけどね、安倍派幹部7人不起訴へと。ね、いうこの報道ね。こう書いてありますよ、ヘッドラインに。会計責任者との共謀を認定できずと。ね。4000万円超不記載の参議院は立憲方針ということで。まあ、金額でまあ一応その悪質性をまあ一応判断して、まあ参議院は、3人の議員はね、立憲しますけど、安倍派の会計責任者は、まあ結局ですね、議員との間でね、まあ事務局長やってた人ですけど、共謀することを認定するのは難しかったと。まあこれ前から言ってましたけどね、私ね。あの、この共謀っていうのを立証するためのですね、立証責任のハードルって結構高いんですよ。で、証言だけでそれをね、まあ無理やり逮捕したりとか事情聴取しましたとかで、ね、できるかっていうと、まあちょっと無理ですよね。で、まあ一応この記事ね、こう書いてあります。自民党派閥、清和政策研究会、安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で、東京地検特捜部は、パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記入した、記載しなかったとする、政治資金規正法違反容疑で告発された安倍派幹部7人を不起訴とする方針を固めたと。まあこれ特捜部のリークです、これもね。
特捜部はドーハの会計責任者を立件し在宅起訴とする、見通しだが、幹部らと会計責任者の共謀は認定できないと判断。所属議員側は高額の管理を受けていた3人の議員を立件する方針で、上級庁と協議し週内にも最終決着すると、いうことで、結局ね、安倍派潰しといった割には、まあこのね7人の幹部、まあお咎めなしということですよね。で、岸田さんの方も会計責任者は立件される見通し、まあ二階さんもね、これあのもらい事故みたいな感じで、まあもらい事故っていうか、まあ悪いことやったんでね、これは法律違反ですからダメですけど、というまあお裁きというかね、まあそういうことになったと。まあこれからまあ裁判するんですけど、で、その検察がそういうふうに判断した理由ってのは何かといえば、法律でそう書いてあるからなんですよ。これね、最初からずーっとこの特捜検事、元特捜検事の高井康之弁護士がね、ずーっと言ってたんですけど、法律に書いてないことで立件しようとしたら大変なことになるよと。ね。まあ、例えばじゃあこの7人ね、無理やりじゃあ起訴して公判維持しようと思ったら、それこそ証拠の捏造みたいなことに手を染めなきゃいけないじゃないですか。そんなことやったら、あの、村木厚子さんの時のね、大阪事件の二の舞になって、今度は逆に検事が逮捕されるみたいなね、もう特捜廃止論みたいな出てきますよね。さすがにそこまでのリスクは取れなかったと。いうことで、結果的にはですね、まあ、この件、ね、バンバンリークして、ね、新聞書かせて、で、まあ、あの、安倍派のですね、まあ、こういう有力議員をですね、党の役員とか、まあ、閣僚から引きずり下ろしてね、まあ、それで社会的制裁を受けたみたいな、まあ、これも非常に良くないんですけど、まあ、それが安倍派潰しになってるのかどうかね、逆にそれで潰れちゃうぐらいの派閥だったら、これはやってる側がちょっと弱っちくねえかみたいな話ですよね。いくら冷や飯食ってもね、そこで結束固めて復活するのが自民党の派閥なんじゃないのっていうところで見るとですね、まあこの辺いかがなもんですかというふうにも思います。まあいずれにしてもですね、その岸田さんによる安倍派潰しっていう構図ですね、もうこれそんなに、なんかね、あの、いろんな人言ってましたよ。まあ、例えば、森永卓郎さんでこれ言ってたんですよね。森永さん今ね、あの、闘病中で、あの、大変なところ、大変恐縮なんですけれども、森永さん文化放送のね、このサイトに出てますけど、森永卓郎、岸田さんが安倍派二階派を潰しに来たんだろうなと思いますと、いうことで、大竹誠さんの番組でね、ゴールデンラジオでですね、そういうこと言ってたと。まあ、森永さんはね、このように言ってました。ただ今回よく分かったことは、その手口が安倍派と二階派に集中していたということなんです。二階さんは、岸田卸に動いていて徹底的にやってるぞって言っていたわけですよね。それに昔からやってること、やってるこれが出てきたってことは、岸田さんが安倍派二階派を潰しに来たんだろうなと私は思いますって言ってたんですけど、いや、森永先生、それはちょっとご認識が違ったんじゃないですかね。今答え合わせになっちゃったんですけどね。まあ、こういうこと言ってる人、森永さん以外にもまあいっぱいいたんですけど、まあ結果的にはその、だって、あの、岸田派自体にもね、ミキサー問題あったわけでしょ。で、今回立件されるわけでしょ。なんでこのロジックはいかがなものかなと思うんですよね。それからね、ジャーナリストの伊藤博俊さんね、この方もですね、去年の12月14日にこんな記事書いてますよ。安倍派潰しに本腰を入れた特捜部と朝日新聞、従軍慰安婦報道で信頼を失った高級紙の執念みたいな、まあ、感じで書いてるんですけど、まあ、朝日新聞についてはそうかもしれません。はい。でも特捜についてはですね、やっぱりその、法律にないものをですね、まあ、無理やりグリグリやってね、ね、立件するってのはちょっとどうなのかなって。一応まあ全部調べた結果、岸田派もヒットなわけですから、これ安倍派潰しっていう言い方してしまうのもどうなんですか？だって潰せなかったわけでしょ？結果的には。ね。あの、三人議員はまあ逮捕される見通しですけど、まあ一人はもう逮捕されてますけどね。はい。あと二人ね。この問題だよね。まあ柿沢水戸さん別口なんで。あと二人まあ多分なんか、ね、金額大きいって名前上がってる、あとこの二人かなみたいなありますけどね。まあちょっと言わないでおきますけど。まあでもこう、潰しっていう点で言うとさ、やっぱりその、幹部ね、あの、誰か一人立件されるみたいなことだったら、まあこれはね、あの確かにね、恣意的にね、他でもやってるけど安倍派だけかよみたいになるんですけど、まあ一応基準は金額ね。金額で悪質性本人との共謀っていうね、まあそれを証明し、なおかつですね、この、まあ法律違反については、まあ岸田派でも、まあ今回立件されるということで、で、扱いは二階派と同じですよね。まあ二階派の議員、あの、この間、あの、会ってちょっと聞いたんですけど、やってた議員がですね、まあ二階さん本人は下手打っちゃったみたいですけど、他の議員の方はですね、全員報告はしてたんですよね。で、事務局が、あの、怠慢でですね、報告してなかったっていう、まあ、問題なんですよ。二階派の場合ね。はい。議員側は二階派、あの、誰も行かれてないでしょ。まあ、事情聴取とかあったかもしれないですけど、あの、誰も立件されてないし、あの、逮捕されてないですよね。はい。まあ、そういうことなんで、今回ですね、
まあ、その金額がまあ多かった人2回入ったんですけど、やっぱ法律でちゃんと違反しないでね、政治資金収支報告書にちゃんと書いてる人は政府だったと。まずこれが基準の一つですよね。で、書いてない人の中でも、まあ、特にその共謀という点でね、議員本人の共謀という点で、疑われる基準というのはやっぱりその金額4000万以上というのがまあ1個の基準になって、まあ今回やられたのかなと。で、そういう点で言うとですね、まあ安倍派のね、まあ、5人衆プラスアルファですけれども、まあ全員ですね、共謀は立証できないということで取り下げられているので、意図的に安倍派潰しっていうのはちょっとこれは特捜の名誉のためにもですね、さすがにちょっとそれは言い過ぎかなというところで、伊藤さんちょっとどうですかと思います。それからね、あとこれ、週刊ポストセブンね、これはもう、雑誌本体の記事でね、書いてるんですよ。安倍派を潰して権力維持を図る岸田首相。最大最強のスポンサー、日本歯科への露骨なすり寄りで利権を手中に収めるという、まあ、記事なんですけど、もうちょっとこれも取材して書いた方がいいんじゃないですか。安倍派を潰し、まあまあでも、潰してますよ。潰してるけど、でもね、今回この安倍派潰しというか、そのね、安倍派幹部が全員被弾してね、で、党の役員とか閣僚から降りたことで、一番危機として喜んでるのは、これあんまちょっと言ってもどうかと思うんですけど、まあ、あえて言うとね、一番喜んでるのは、安倍派の若手なんですよ。喜んでるって言い方はちょっと、良くないかな。頑張んなきゃいけないってことでね、はい、次は俺たちだっていう感じで、まあ、盛り上がってるというかね、ね、その使命感をね、まあ、こう感じて頑張ろうってやってるのは、安倍派の若手なんですよ、むしろね。まあ、そういう、まあ、まあでも、ゆかもあえてね、まあ私の見方ですよ。あくまでも私の主観ですけど、まあそういうですね、上の方に詰まってた人たちがですね、まあ全部これで失脚したわけでしょ。ね。で、がぜん俺たちの時代だってことで盛り上がってるということです。むしろ若手がね。はい。だからその若手がですね、まあ政治、刷新本部なんかにもね、安倍派から入って、安倍派の改革をやってくださいってことで入ってるわけよ。ね。わかる？それは安倍派が何人も入ってって、だから安倍派入んなきゃダメじゃん。その刷新本部の議論、かなりいい議論してますよ。ね、漏れ伝わってくるところですけどね、一応非公開になってるんであれですけど、まあ、新聞報道等で聞いてる内容ね、誰がどんな発言したとかいうのも、まあ、一応ちょろっと出てますけど、見る限りですね、非常にいい議論してて、ここに安倍派も入ってもらって、安倍派の中の改革やってください、それをやるのは若手ですってことで、若手もその使命感でね、盛り上がってると。まあそのね、喜んでるっていうのはちょっと語弊があるんでちょっと撤回しますけど、それ盛り上がってると、頑張んなきゃいけないってことでやってるのはむしろ安倍派の若手なんだということですので、この週刊ポストセブンの報道もですね、なんかその自民党内の仲間あれをね、面白おかしく書いてるってだけで、ろくに取材もしてねえなと。ね、面白きゃ何でもいいのかと。もうこれアクセス稼ぎですよね、このはっきり言って。うん。こういうのは本当やめた方がいいと思うんですよね。ちゃんと取材してやって。私政治評論家じゃないですけど、友達の議員に聞いたぐらいでこれぐらいのことわかるんだからさ、おたぐら専門の記者いるんでしょ？もうちょっとちゃんとやってよっていうか、これで飯食ってきたんだよな、記者ってことはな。プロだよな。なあ、だったら取材が足りてないと思ったら記事書くなよ、まあ、ほんとふざけんなよって感じですよね。とんでもねえなというふうに思います。それからね、あとこの記事ね、文春オンラインもね、去年の12月21日こんな記事書いてたんですよ。安倍派最高幹部を直撃、検察の標的は西村康稔だ、検察の真の狙いと裏金の隠された疑惑、なんていう記事を上げていたんですけれども、どうなのとね。まあその、あるですね、幹部がね、そういうふうに言ったんだと、西村さんが標的なんだって言ったんですけど、西村さん、不起訴の方針ですよね。文春さん、どうなんですか？どうなんですか？今ね、他の件でもいろいろやってますけど、いやー、これちょっとこういう記事書くのはいかがもんかな、ということでね。まあ、いずれにしてもですね、まあこの手の憶測記事っていうのはね、まあ、マスコミはそれはまあ、部数とか数字狙ってね、出すんです。出すんですけど、まあやっぱりほら、そこはさ、ある程度ね、こう取材で裏付けをしたものをやっぱ出していかないとですね、結果的にこうやって答え合わせした時にね、何これってことになりません？まあ今回その岸田さんが悪いやつでね、安倍派をグリグリいじめてるみたいな構図は、どうもちょっと嘘っぽいなと、いうことで、むしろ派閥解消とかね、そういう方向に向けて、若手がね、今自民党ね、自民党の若手ってすごく層が厚いんで、頑張ってやってると、むしろその若手にチャンスを開いたんじゃないか、今回のスキャンダルはぐらいのことだと私は思うんですが、私違いますかね。まあ、いろいろ私が聞いてるそのね、実際の若手議員にも聞きましたしね、そこそこの幹部の方にも聞きましたよ。はい、聞きましたけど、幹部、元幹部ね、含めてね、いろいろ聞きましたけど、いや、ちょっとこれ、角度がだいぶ違ったのかなと。でね、こういうこと垂れ流しておいてですね、後で訂正もね、謝罪もないわけですよ、マスコミって。ほんとろくでもねえなぁと、いうふうに思いました。なんで皆さんね、まあこれ、当初から私言っときましたけどね、まあ、八重洲イブニングラボの方にはね、詳しく実はずっと書いてたんですけど、高井さんですよ。元特捜検事の高井さんが、法律に決まってることもね、通りやるだけの話ですって、もう当初から一貫しておっしゃってましたけど、結局高井さんの見解が一番正しかったと。
若狭さん、あなたもですよ。ちょっと勘弁してくださいよ、そういうのね。もうちょっとよく調べてね、ご発言されるといいかなというふうに思いました。はい、ということで、取材しないジャーナリストはただの肉です。ダメなラッパーは肉だみたいなね。まあね、すいません、DJ ニップスのちょっとねオマージュですけども、ダメなジャーナリストは肉だみたいな話なんで、ほんと勘弁してほしいなと思います。ということで、今日の内容面白いと思った方はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね拡散ボタンで拡散の方をお願いします。それからね、私のことを特に支援したいという方、ぜひですね、八重洲イブニングラボの方、お入りいただくと嬉しいです。サンクスボタンもよかったら押しておいてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。